クリスティーナ、クリスティーナ、1626年、12月8日、グレゴリオ歴12月18日から1689年4月19日は、17世紀のバーサアサスウェーデンの女王、在位、1632年から1654年、グスタフ2世アドルフと、王妃マリアエレオノーラ、ブランデンブルク選定公及び、プロイセン公、ヨハンジ・ジギスムントの娘の娘、 後世の歴史家は、クリスティーナを、バロックの女王と呼んだ。スウェーデン普遍主義にのっとり、フィンランド大公を兼ねた最後のバーサケのスウェーデン君主である。若くして退位し、直後にカトリックに改修している。不王の死後、6歳で即位。はじめ最小であるアクセルオクセンシェルな伯爵の補佐を受けたが30年戦争及び、 トルステンソン戦争終結の1644年頃から申請を行った。彼女の知性下でもスウェーデン軍はフランス王国と提携して中央ヨーロッパに進出し、ベスト・ファーレン条約ではポメラニアの他多数の都市と賠償金を得る。スウェーデンは当初戦勝国として膨大な要求を敗戦国に突きつけたが、クリスティーナはそれを拒否して大幅な譲歩をして後戦国と妥協した。 クリスティーナの寛大な情報は、臆病な平和と、スウェーデン国内から非難され、オクセンシェルナなど支給派の反発を招いたが、女王が意志を貫き通したこともあり、講和が成立した。神聖ローマ皇帝に迫って、新京都の権益を広げさせることにも成功している。オリバー・クロムウェルが五国教をしていた、インングランド共和国と同盟を結び、 スウェーデンのヨーロッパにおける大国の地位を安定させた。クリスティーナは財政に疎く、あるいは無関心だった。後にスウェーデンは国家財政の財政難を招いてしまうが、この財政難の現況の一端を担いでしまったのが彼女であった。しかし彼女は無能ではなく、高い政治能力を有していた。平和を願い、カトリックとプロテスタントの融和を解き、 キリスト教の安寧という高貴な理想を抱いた一個の自由主義者であった。また彼女なりの王権成立に努力した騎士道精神の持ち主であった。神聖ローマ帝国におけるスウェーデン領の霊園関係の成立などがそれを表している。しかし、絶対主義家とプロテスタント主義を目指すスウェーデン政府との圧力が彼女を苦しめたのである。スウェーデンの国益と自由主義の狭間で揺れ動いた。 彼女は最終的に己の意志を貫き、退位を決意したのであった。豊かな教養を持つクリスティーナは、グロテウスやデカルトラと交わり、彼らを宮廷に招聘している。一方、早くも二十歳の時に王位を去る計画を立て、その七年後に、重慶がある十世に王位を譲り、外遊を始めた。翌1655年にインスブルックで、 受け絶式を行い、カトリックに改修した。1655年12月ローマに到着し、以後ローマに今日定めフランスドイツスウェーデンを旅行して回った。1660年に、重慶カール10世が亡くなり、その子カール11世が5歳で即位すると、クリスティーナはすかさずストックホルムに戻り、カール10世とその子女に老いを譲っただけなので、カール11世が亡くなった場合は復位すると、 宣言した。しかし、クリスティーナはすでにカトリックに改修しており、この宣言はスウェーデンで受け入れられるものではなかった。このため、彼女は大位継承権の放棄を再び宣言。1662年にローマに戻った。1668年、ポーランド王や二世が退位し、クリスティーナはポーランド王国の国王自由選挙に名乗り上げた。 彼女はカトリック信仰と結婚するつもりのないことを主張し、支持を集めようとしたが、王位はマグナートのミハコリブとビシニョビエツキが継承した。その後、ナポリオ王国の大位に就こうとして失敗した後、1668年からローマに定住し、学問、芸術、文学を研究する日々を送る。1674年にはローマにアカデミー、アトノを創設した。 1689年、ローマで逝去。遺体は、バチカンのサン・ペエトロ大聖堂に葬られた。ボルテールがたびたび、クリスティーナを実女で扱い、クリスティーナは、天才的な女性であった。戦争以外に何もわきまえない国民の上に、君臨するよりも、学者たちと語り合うことを好み、王位を、惜しげもなく捨て去ることによって、なお歌われたのである。 心境とは彼女を苦しめた。ルターを信じない限りすべての徳は無意味であるとさえ考えられるありさまである。一個の自由思想家に過ぎない女性の回収を促すことは教皇にとっていいたる仕事であったに違いないと称賛しているカール十二世より。しかしフォンテーヌブローで家臣のを殺させたことについては王いをとして自身の哲学を実践しながら、この残忍かつ破レンチな行為で、 せっかくの哲学を台無しにしてしまったと非難をしている、ルイ十四世の世紀より、イギリスの歴史家は即位直後のクリスティーナを、名ばかりの人ではないにしろ、コびへつらいに甘く、騙されやすかったが、強情でかつ知性を持ったは高度だった。あの巧妙な父の娘として、彼女は状況に対処する勇気を持ち、彼女の老人たちよりもっと大胆に、あっさりと、 父の制作のセンチメンタルな牧師を放棄することができたと評している。クリスティーナ・女王は父、グスタフ・アドルフの古豪都主義、豪都起言説にのっとり、称号をスベア人、ゴート人、バンダル人の王、スイコラム、ゴソーラム、バンデルミューク・レジナムとしていたが、30年、戦争終結時にこれを自ら放棄した。なお、フィンランド大公の方は、 スウェーデン王と一体不可分の称号なため、退位するまでこれを兼ねていたと考えられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。